女子68キロ級優勝渡選手のインタビューを始めたいと思います。優勝おめでとうございます。今のお気持ちからお願いします。もう本当に率直に嬉しいです。決勝戦は、ラスト24秒の段階で逆転されまして、はい、そのままだったら負けたわけですけども、その時はどんなお気持ちで戦いましたでしょうか。もう絶対に勝つ、志学館の優勝した子たちと一緒に絶対世界選手権に一緒に行くっていう強い気持ちを持って取りに行きました。マットに上がること自体1年10ヶ月ぶりだったわけですけれども、はい、第一試合どんなお気持ち、あるいはどんな体の状況 でしたでしょうか。もう第一試合は緊張を通り越してもう全身が震えるぐらい、もういつもの自分じゃないぐらいすごい落ち着かない様子でそわそわしている感じで、このままだったら絶対優勝できないっていうような気持ちでした、はい、決勝戦になったら気持ち的にはかなり落ち着いたという感じですか。そうですね、はい、決勝戦はそれまでやってきたことを信じて絶対に勝つっていう気持ちでリラックスして挑むことができたので、すごい、リラックスして動くことができました。オリンピックの後壮絶な闘病生活があったわけですけども、それを振り返っていただけますか。オリンピックの時はもう出られなくなるんじゃないかなっていうぐらいの気持ちを抱きながら、練習をしてオリンピックに出ることができて、でそこから闘病生活が始まって、寝たきりになることが多くて立ちくらみがすごくて、本当にレスリングに戻れるんだろうかっていうすごい不安な気持ちを持ちながら、毎日過ごしていました。この優勝で、この階級に限ってはもう世界選手権代表が決定ですけれども、リオの悔しさを晴らす舞台が来ましたね。まだオリンピックじゃないのでリオの舞台を晴らすことはできませんが、今は自分ができること、68キロ級で自分がどこまでできるのか、これからオリンピックにの選考が始まる中で自分がどの階級で戦うべきなのか、そういうところを考えていかなければいけないので、この勝利そして世界代表になれたことはオリンピックにもつながる、いいステップになったんじゃないかなというふうに思っています。他に質問ございますでしょうか。はい、はい、どうぞ。NHK です。はい、おめでとうございます。今回の大会に出るにあたって、その練習はいつぐらいから再開されてたんですか。もう本当にウォーキングとか、自転車を漕ぐなど、そういうのは去年の9月ぐらいから少しずつ、まず体を一般人のようになれるように、まず普通の運動をできるところに持っていかないといけなかったので、少しずつ9月頃から運動し始めました。でマットに上がっての練習っていうのはいつぐらいから。今年の1月から少しずつマットに上がって、自分がどこまでいけるのか、練習をこなしていけるのかっていうふうに、少しずつ本当に最後までみんなとできるようになるにはまだまだ時間かかったんですけど、だん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 みんなと一緒に最後まで練習をできるようにっていう意識で、はい、1月頃からマットに入り始めました。体の状態はどれくらいまで。オリンピックの頃、それより前を 100% にすると、まだ筋力も体力も自分の思ってる 100% にはまだまだ遠くて、練習も最後まで全部全力でついていけてるかって言ったらついていけてないですし、補強メニューも全然ついていけてないので、まだ 50% ぐらいにしておきたいと思います。だからまあそういう中でマットに戻ってこれて、はい、戻ってこれてっていうところは、やはり喜びっていうのは大きい部分もあるんじゃないですか。はい、1年間本当に運動何もしなくなって、レスリングから遠ざかって、闘病している人たちの苦しみをすごい感じることができて、闘病してたからこそ当たり前にレスリングができていたこと、嫌だなと思いながら練習していたことが、なんか情けなく感じるような日々がありました。なので今は毎日楽しんでレスリングをしています。ありがとうございます。はい、どうぞ。今日の試合、ご両親が観客席でご覧になられてて、先ほどまでこちらにもいらっしゃったんですけれども、はい、ご両親に向けてどんな。もう本当にオリンピックで勝てなくてメダルを見せてあげられなかったので、そこですごい悔しい思いがあったので、
でさらにオリンピック前にこの病気が見つかって、それをオリンピック前に告知するのはすごく辛くて、やっぱりたくさん心配かけましたし、こうやって戻ってこれたこと本当にありがとうと感謝の気持ちを伝えたいです。他にございますでしょうか。今改めてレスリングをやっていることに関して、レスリングをやっている自分にどう思っていますか。実際病気が分かったときは、もうオリンピックがレスリングは最後になるんじゃないかなって思うこともありました。同様が終わってレスリングができるって言われても、そこまで自分は本当に気持ちを持っていけるんだろうか、体をもう一度作り直すことができるんだろうかっていう、本当にいろんな不安があって、でもやっぱりオリンピックでメダルを取れなかったことが悔しくて、絶対にもう一回戻ってメダルを取りたいって思ったので、ここまでやってこれました。ここまで頑張ってこれた自分になんて声をかけたいというか、どんな気持ちですか。まだオリンピックのメダルじゃないので、もっとこれからもっとサボらずに練習を頑張れと言いたいです。ありがとうございます。はい、その中で一番ご自身にとって支えとなったというのはどうでしょうか。やっぱり家族がもう一度オリンピックに出てメダルを取るっていう夢を持ってくれていたので、そして会社の方々にも闘病中もたくさん支えていただいて、たくさんの方に応援していただいて、絶対もう一回マットに立って恩返しをしたいと思ったからです。よろしい、はい、はい、ちょっと今日の試合について、本当に、30秒もないところで1点返されて、本当に厳しい状況だったのかなと思うんですが、どんな思いでした。もう絶対勝ってやるっていう気持ちしかありませんでした。あと最後に、いろんなところには応援していらっしゃる方がいると思うんですが、その方に最後は伝えたいことはありますか。今日ここで復活して優勝することができました。またオリンピックに向かって全力で頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。そして、今日まで支えてくださって本当にありがとうございました。じゃあよろしいでしょうか。じゃあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。